ザッピーです。今日はですね、ジョージ・ハリスンのスタジオ録音の曲で、一番リードギターを長く弾いてるのはどれだろうかなっていうふうにちょっと考えてたんですね。そしたらば、ある曲に巡り合ったんですよ。まあこの曲が一番長いかどうかは知らないんですけれども、ただすっげえ時間かけて弾いてんなと思ったんですよね。珍しい、ジョージにしては珍しいなと思ってしまったんですよ。まあライブでね、演奏すれば、もちろん、While My Guitar Gently Weeps の最後の方とかね、延々とリードギターを弾くこともあったと思うんですけれども、でも、スタジオ録音の曲でこれだけ弾いてるっていうのは、改めてね、結構驚きましたね。なので、その驚きついでに今日はですね、取り上げてみたいということなんですね。こちらです。チアダウンなんですよね。どうでしょうか。覚えてらっしゃる方も多いと思うんですけれども、忘れてらっしゃったらば、ぜひ聴いてみていただけるといいんじゃないかなと思いますね。最初からね、ジョージ・ハリスンのスライドギターがいい音で入ってくるんですけれども、びっくりするのは、とにかくエンディングですね。エンディングが、1分半以上、1分40秒ぐらいかな、延々とジョージ・ハリスンがですね、リードギターを弾いてんですよ。これだけ長い時間弾いたっていうのは、僕は、他にはないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、あるかどうかね、正確ではないですけど、あんまりこう思いつかないですね。なんでね、ジョージ・ハリスがここまでノリノリでギターを弾いたんだろうかなっていうね、気持ちにもなるわけなんですよね。まあ、この曲のね、ちょっと基本的なことを振り返ってみたいんですけれども、1989年の8月24日にリリースされてるんですね。で、リーサル・ウェポンという映画の挿入歌としても使われたわけですね。まあ、リーサル・ウェポンっていうのはこれですね。で、エリック・クラプトンのアルバムのジャーニーマンっていうね、結構売れた作品ですよね。で、これにジョージが曲を提供するということで、何曲か作ったらしいんですね。まあ、ただ、その時エリック・クラプトンはチアダウンは使わなかったようなんですね。で、ランソーファーっていう曲を選択して、まあ、実際これは、クラプトンのアルバムに入ってますね。まあ、もちろんジョージもこれは最後のアルバムで録音されてますけれども、で、当時ですね、リーサル・ウェポンの音楽を担当していたということなんですね、エリック・クラプトンが。で、クラプトンを通して、この映画監督がこの曲を聴いて気に入ったみたいなんですね。それで、この曲を映画で使用したいということで、クラプトンに言ったんでしょうね。まあ、しかしですね、これシングルカットされる可能性があったみたいで、そうするとクラプトンがですね、映画から自分がシングル版を出すというのは、シングルカットされるのは希望しなかったようなんですね。まあ、ただ、監督はですね、この曲をとても気に入ったようで、そのためジョージに打診してきて、で、ジョージは結果的に自分で録音したということなんですね。まあ、だいたいこんな流れがあったようなんですけれども、どうですかね。個人的にはクラプトンよりも、これはジョージで大正解だったんじゃないかなと思います。曲自体も、やっぱりジョージの方が合ってるんじゃないかなと思いますね。メロディーもいいし、本当にスライドギター向きの曲なんじゃないでしょうかね。まあ、エリック・クラプトンもね、やればちゃんとかっこいいギターにはなったと思うんですけれども、でも、決してジョージのギターがですね、歌もそうですけれども、負けてないですよね、きっとね。まあ、ジョージ・ハリスンの存在感がすごいこう出ている名曲になったんじゃないかと僕は思いますね。まあ、自分の話で恐縮なんですけれども、僕ね、この頃不思議と、こういう、まあ、ドタバタ系っていうのかな、アクション系っていうのかな よくわかんないですけれども、そういう映画を結構見てた時期なんですよね。まあ、割と僕は映画っていうと、こういうタイプよりまた違ったタイプの方が好きだったんですけれども、不思議と見てたんですよね。で、知らず知らずの時にこの映画を見て、最後になったらば、あれ？これジョージの曲じゃね？っていうふうに思って気がついたんですよね。で、気がついたのでずっと聴いてるじゃないですか。そうすると、あれ？随分ギター弾いてんなって思ったんですよね。まあ、ジョージはもともとはリードギターをやるとしてもね、曲、歌よりもですね、あんまり目立とうというギターは弾かないタイプですよね。なので、この曲の中では歌と同等かそれ以上にジョージのギターが鳴ってるので、驚いた記憶がありましたね。まあ、そういうね、曲なんですけれども、どうなんでしょうね。でも、この頃って、僕は振り返ってみると、ジョージ・ハリスンの
第二ピークっていうんでしょうかね、人生の2回目のピークがここにあったのかなと。まあ1回目というのは当然解散後のですね、オールシングスマストパスの頃ですよね。あの頃はジョージ・ハリスンは圧倒的な存在感でやっぱり曲を作ってましたのですごかったわけですけれども、それ以来この1987年のクラウド9が出てからですね、この頃というのは強烈なまたジョージ・ハリスンの時代になったんじゃないかなと思ってますね。あのメディアの中に露出したという意味で言うと、むしろこっちの方が圧倒的な露出感が僕は感じますね。もちろんレコードも売れたし、でクラプトンのアルバムにも曲を提供してるわけですよね。まあいくら親友といえども、やっぱり自分に自信がない時期に人に曲をあげるってことはできないと思うんですよね。やっぱり乗ってたんじゃないでしょうか。でその証明みたいなものがやっぱり1988年ですよね。これも、まあ、トラベリングウィルベリーズが出るわけですよね。もう目白押しなんですよね、すごいことが。でジェフリーもいたし、トム・ペティもいたし、ボブ・ディランもいたし、クラプトンもいたわけですよね。本当にジョージ・ハリスンが一気に勢いついたなと思った時期だったですね。でギターの演奏にしてもですね、やっぱりクラウド9の中でもう綺麗なギターたくさん弾いてますよね。その流れでこのチアダウンでしょ。びっくりしますね。まあちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、ジョージが自分に完璧に自信を持ってた時期なんじゃないかなと。でそんなことがあって、この曲から2年後のですね1991年には日本に来てコンサートやるわけですよね。本当にこの一連の流れっていうのは、まあ、クラプトもいたし、そのトラベリングウィルベリーズもいたし、ジェフリーもいたしということで、いろんなジョージ・ハリスンが見れたわけですよね。で最後にですね、やっぱりこのチアダウンのギターを聴くと、僕はですねやっぱりジョージ・ハリスンのスライドってもう唯一無二の個性があるなと思いますね。あのスライドギターって言って、普通は僕はですねどっちかっていうとブルースギタリストが弾いてるイメージというか音の感じを思い出すんですよね。それはそれで好きですよ。まあジョージ・ハリスンもブルースも弾きますけれども、でもすごいコテコテのブルースギターのスライドはやんないですよね。まあですがこのチアダウンの中のスライドギターは本当に綺麗なんですよね。まあジョージ・ハリスンのこう美しさが漂うっていうんでしょうかね、そういうギターですね。あのスライドギターってやってる方はご存知でしょうけれども、ピッチを取るのがすごい難しいですよね。正確な音程を取るのが難しいんですよね。だけど本当にジョージ・ハリスンは、まあ、変な言い方ですが指で弾いてるよりもむしろ正確なんじゃないかと思うぐらい綺麗なピッチでそのスライドしていくわけですね。なのでそのブルースギターのねスライドと全く違ったこの綺麗なスライドギターっていうのに心打たれますね。でそれだけにとどまらず、このチアダウンの最後の方ではですね、割と音を荒げて弾いてるギターも聴けてですね、珍しいと思ったんですよね。本当にジョージ・ハリスンがこれだけギターの音色を綺麗に出していろんな表情をその一つのね曲の中で見せてくれたっていうのは、本当に珍しいと思いました。最後のリードギターパート1分半以上ありますけれども、これはねお忘れだったらぜひ聴いていただけるとやっぱり名演奏なんじゃないかと思いますね。ということでちょっと思い出してしまったんでね、今日やりましたけれども、まあ言われなくても十分ご存知の世界だったとは思います。はい、申し訳ありませんでしたが失礼します。